さんお疲れ、ラストミートさん、北斗高さんアイス、真空圏さんだるま、ゼータさんありがとう、ありがとうございます。アスパラさん、北斗高さん、シロさん、サイダーさん、オダヤンさん、アイスありがとう。こんばんは。ミーさん、ヒロシ BKK さん、アイス、真空圏さんだるま、北斗高さん、レインボースター、アスパラさん、オダヤンさん、ミーさん、アライさん、アリサちゃん、エイさん、最新型ポンコツさん、アイス、アライさん、アイス、ありがとう。サイダーさん、ハートありがとう。こんばんは。花だれ公園、ありがとうございました。ちょっと待ってよ。花だれ公園、ありがとうございました。あなたは大崎上島のカズさん、ヒロさん、最新型ポンコツさん、アリサちゃん、アイス、サイダーさん、ハートありがとう。こんばんは。本日は花は誰のもの公演 in エディオン神谷町ホール、ありがとうございました。とっても楽しかったです。もうあっという間でした。今日も京都で、あっという間でした。ヒロさん、アイス、ありがとう。今日はね、いつぶりだろうってぐらい久しぶりにエディオン神谷町ホールで花だれだったんですけど、ソーラハ推しの方がどのくらいいるのかなってすごい不安だったんですけど、あの赤と緑のペンライトを振ってくださっている方が多くて嬉しかった。ありがとう。ペンライトとかグッズとかもありがとうございました。スエンさん、クックさん、アイス、トシヤさん、バラ、ドンアンダレさん、ハート、エーランチさん、アイス、ありがとう。楽しかった、ありがとう。そうやって言っていただけて嬉しいです。もう私は本当にね、もう楽しくて、今日のメールでも書いたんですけど、もうステージに立てることの幸せさっていうか、もうありがたみって、もうなんか最高でした。最高。前髪上げてるの大人っぽくてかっこいい。嬉しい。そう、今日は前髪上げようと思って、今日はねじりの前髪上げをしていただきました、メイクさんに。で、下は外巻きっていうんかな、ちょっと外っぽい感じでかっこよくしました、髪の毛。こんばんは。スエンさん、チロさん、アンディさん、アイス、カツポさん、アイス、ありがとう。神谷町ホール、そうなんです。そう、今日ね、花だれの衣装、みちさんだったよ。そう、お見送りで言おうと思ったけど言えなかった。みちさんの衣装着てました。花だれの衣装、緑のグッズね。ありがとう。そう、グッズもね、ゲットしてくださった皆さん、ありがとう。あのネットだと新制服の2024年度のね、新制服の衣装がありがたい、新制服2024のグッズがありがたいことに完売になっているんですけど、あの公演とかの現地では購入することができるっぽいので、在庫があるっぽいので、ぜひ次の機会にゲットしてみてください。ネットで注文できなかったとか方はね、特に。ヒロさん、アイス、のぶろうさん、ハートありがとう。デコ出しナイス、嬉しい。こんばんは、ありがとう、来てくださって嬉しい。こんばんは。エボルタさん、アイス、エランチさん、レインボースター、ありがとう。そう、なんか最近、ま、なんかポニーテールとかツインテールとかお団子とかでこう髪の毛を束ねていることがすごく多くて、あんまりおろしっていうおろしをしてないなと思って、そう、下のこの後ろの髪の毛をおろす代わりに今日は前髪を上げたんですけど、そう、本当はね、
全然誰ともお揃いとかではなかったんだけど、くるくるが前髪がうまくいかないってなって前髪し直しとってね、一回固めたけど洗ってもう一回前髪し直そうって時に、え、一緒に前髪あげちゃうって聞いたら、え、いいですかって言って、そう、一緒にくるくるとおでこ出しでした。くるくるおでこ出し初めてだったらしい。なんか赤ちゃんみたいで可愛かった愛しすぎましたね。ヨウさん、イケアスさん、アイスありがとう。二人とも可愛いです。そう、あの私の X の方にも載ってるんですけど、あのくるくるが投稿してくれている方にもね、別パターンの写真がありますので、ぜひ見てみてください。見てね。そう、お揃いになりました。あ、そう、インスタストーリーにもね載せたよ。インスタストーリーも載せた。メンションした。お、みんなからコメント届いてた。可愛いっておでこだし嬉しい、ありがとう。あ、くるくるも反応してくれてる、ありがとう。くるくる、みーさん、レインボースター、しんいちさん、アイスありがとう。保存した、ありがとう。そう、くるくるの投稿してるのと私が投稿してるのは違うお写真なので、若干違うのでチェックして。そう、今日はおでこ出しでした。どうですか？珍しいです。ちょっと久しぶりにしてみた。好きですか、おでこ出しも？あと昨日マツパに行ってまつげギャンギャンにしてもらったんですよね。で、それで朝から二重幅が変なんですよ。なんか左側めっちゃ広がっちゃって、二重幅が広がりました。なんかだからめちゃめちゃなんか違和感なんですよね、左の目が。もうちょっとね、二重幅が狭いんです、いつも左の方が。右のがどっちかっていうと広いんですけど、なんかまつげがもう根っから上がってるから、なんかもう目腫れたみたいな。二重幅が変わって嫌だー、あなたお前なのでって感じ。まつげギャンギャンにして、そう、めっちゃ今日ラメラメ、わかる？めっちゃラメつけました、わかる？今日はめっちゃラメつけた。かわいい？もうね、この辺ずブワーンってつけた。かわいい、嬉しい。大人スラハも好き。確かに前髪上げたらちょっと大人っぽくなる。ちょっとかっこよくなりたくてしてみた。韓国っぽいかな。韓国っぽさある。髪の毛がもうね、汗でね、パヤパヤしてる。こんばんは。ブラピーさん、アイスありがとう。ひさぽんさん、ブラピーさん、アイスありがとう。三浦さん、アイスありがとう。確かにお顔がはっきり見えるよね。全部が見える。表情とか。可愛すぎる？本当に？やった。こんばんは。そうです。バブちゃんですか？赤ちゃん？バブってこと？バブバブですか？
もうこう見えてあと1ヶ月で21になります。やばい、やー早いよ。お父さんアイスありがとう。確かに来週会えるもんね。握手できちゃうし、キャハキャハキャハ、アイスでアイスでの握手できる。みんなと握手もできるし、みんなライブもあるし、最高。今日も可愛いね。なんだ嬉しい、ありがとう。そう、今日はノースリーブでした。なんでかっていうとっていうか、まあもちろんどんな時もノースリーブっていうかなんですけど、今日レッスンがあったんですよ。それこそエディオン神谷町ホールで公演をする時はちょっと構成が変わるんですよね。構成が変わって奥行きが他の会場に比べてちょっと狭めなんですよ。その代わり横がめちゃくちゃあってね、もうありがたやって感じなんですけど、だから奥行きがちょっと短めだから構成が変わるってことで、まあ、事前にレッスンをレッスン場でしてからいたんですけど、その時はめちゃくちゃ踊って熱くなったんですけど、会場着いて先にメイクってことでね、そうメイク室っていうか楽屋でメイクしてたんですけど、めっちゃ寒くて、もうめっちゃ寒くて、なんだっけ、メイクさんに髪の毛をしてもらってる時、ちょっとドライヤーをちょっとだけ借りて体を温めるくらい寒くてやばかったんだけど、でもリハーサルってなったら暑くなるし、やっぱ歌ったり踊ったりとかすると暑くなって、ノースリーブがジャストってなるんだけど、こう普段楽屋でってなるとやっぱメンバーみんなさ、エアコンガンガンにするからね。21度だったかったの。しかも3期生ちゃん、あずみもいたけど、僕隊公演がねあったから、みんなさ暑いからめっちゃガンガンだったんですよ。冷房がガンガンで、もうお前風邪ひくか思ったぐらい寒くてやばかったんだけど、ちょっとメイクさんがドライヤーをちょっと貸してくださってちょっと体を温めれたんですけど、そう、今日とか家とか暑いけど楽屋はもう寒かった。外も暑いからこれでいいんだけど、なんか露出しすぎてさ、もう見慣れたかもしれん。これが普通の空の普段着なんだけど、みんなは今日も半袖で。でもね、リハーサル中まひなさん、リコチ、リオツンが半袖をノースリーブにしたんですよ。写真撮りたかったけどね、まだメイクもあれだったかしなかった、撮られなかったんですけど、3人がまひなさんとリコチとリオツンが半袖をノースリーブにしてたんですよ。おこれはいいぞいいぞって思いながら見てました。ナイスって言いました。最高です、最高に似合ってますってめっちゃ褒めました。めちゃめちゃありがとう、めちゃめちゃありがとうって感じで、ごちそうさまです、ナイスノースリーブって感じで。だからリコチがさ、ノースリーブめっちゃ動きやすいですって言ってくれて嬉しかった。ミンさんかわいい、帝国さんアイス、カズさんアイス、タクヤさんアイス、帝国さんハートありがとう、日の光さん、新一さん、お父さんアイスありがとう、かわいい、ありがとう。ミンさん、そう、ノースリーブ同盟増やすよ。ノースリーブの良さをみんなに広めたい。そう、エアコンガンガンのところにね、ノースリーブはさすがに寒かった。こんばんは。ね、次私がメイクできるのは歌唱力ナンバーワン決定戦の時なんですけど、応援ゲストとして行くんですけど、じゃあポニーテールですね。アルバム、多分きっと制服だと思うからポニーテールで行かせてもらいますけど、ね、ありがとう、またいつか話そうね。そうだよ、ちゃんとあれだよ、私
日焼け止め塗ってますから、ビオレ UV 塗ってますからね。日焼け、あ、日傘とかも。アサジさん、アイスありがとう、嬉しい。最善ありがとうね、秒で見つけちゃった。最近ちょっとあのお手手振り返してくれて嬉しい。かわいい。住之江のボー、あ、住之江ボートでステージイベント、お、待ってます。ソラハ出るよ、8月17日。もう今日は楽しかったよ、本当に皆様のおかげで楽しかった。たくさんのね、あのソラハコール聞き、すごく聞こえました、ありがとうございました。あのめっちゃあっという間だった。みんなあのもしよかったらハッシュタグシナの空派とか空通信をつけて感想を待ってます。あの公演のこなかちゃん、アイスありがとう。みんなからの感想大好きマンだから、昨日放送された、んあれ昨日だよね、昨日放送された命の歌フェスの感想もまだまだ待ってます。私はもうめちゃくちゃに見るので、いいね欄とかインスタのストーリーとかさ、お、あるあるさんがいいねしてくださってるとか、インスタ開くたびになんかねハートがなんかピョンってなるからね、あれなんだけど、みんなあのいいねしてくれてるの見させてもろてます。何これ、メッセージもありがとう。釣り吉さん、アイスありがとう。そう、命の歌フェス私最後も映ってるから、舞ちゃんとサラピと一緒に。やばいやばい、顔の弱さがバレる、うん、顔の弱さがバレる、顔が弱々だから恥ずかしいけど嬉しかった、最後映ってて。ストーリーにコメントしがち、嬉しい、見てます、ちゃんとコメント。みんなあの私がさ手料理作った時美味しそうってコメントしてくれてて、かわいい、作りたいってなる。みんなにご飯食べてほしい、空が作ったやつって思う。どうしよう、明日もご飯作ろうかな、なんか作っちゃおうかしら、何作ろうかな。お肉最近食べてない？なんか魚系とかよう作るけど、あ、でもお肉昨日食べたか、もも肉食べたな。何作ろっかな。コメント待ってるよ、見てます、ちゃんと嬉しい。そう、涼しいよ。え、今日ね公園3人ぐらいノースリーブの方がいたんですよ、嬉しくて、ノースリーブ着てる、お揃いだとか言っちゃった。ノースリーブ同盟、みんな増やしていこうね。あ、ハンバーグ屋さん嬉しい。そう、なんかさ、それこそメールのタグ、ハッシュタグ空通信とかシナの空派とか、あとインスタグラムのそのなんかメッセージ機能とかで、あのおすすめしあのインスタグラムで紹介してたごはん屋さん行ったよとかっていう報告が見れてて、めちゃめちゃに嬉しい、ありがたい、めちゃんこ幸せ、ありがとう。いっぱいいっぱい、あのちょっとずつになると思うんですけど、あのインスタグラムの日本にねご飯紹介してるので、ぜひ見てみてください。皆様からのあの一体報告とか楽しみにしてます。マジでグルメって感じ、超グルメ。グルメでもやっぱりね、広島はあの
本通りとか多いね、ご飯の紹介は。私いろんなとこもっと行こう。でもやっぱ公園とかで来てくださる方のご飯ってなるとあれよね。本通りらへんとかの方がいいよね。それこそなんだったっけ、クアトロ、ゲバンと、まあ、エディオン上町ホール、ブルー、まあ、ブルーライブはちょっと宇品港で港だけど、その辺はやっぱ町の中心の本通り付近になるから、本通り付近のご飯でも大丈夫。いっぱい行ってください。神戸グルメ本当に嬉しい嬉しい。この前ね、それこそママから連絡が来て、なんか美味しいご飯屋、兵庫県のね、兵庫県の美味しいご飯屋さんってあるみたいな言われて、でお母さんと一緒に行ったね、あのインスタグラムで紹介したんだけど、ひしみつ醤油ミント神戸出張所を送った。これはお母さんと一緒にいたとこなんだけど、リンクコピーしてママに LINE で送って、ここ一緒にいたところおすすめって、メニュー表とかあるから見てっつって送りました、自分のインスタグラム。アリンコさん、ウさん、ヨウさん、アイス、ヒロックさん、アイスありがとう。お、パルコ付近だよね。やっぱパルコ付近とかだとさ行きやすいよねと思うと、私のインスタグラムパルコ付近ばっかよ。カヌレもね、ラーメンも、うどんはちょっと遠い。神戸とかねはちょっとあれだけど、私結構しない行きがち。アリンコさんアイスありがとう。カイさんアイスありがとう。嬉しい。ソラハのおすすめのお店美味しそうです。結構報告してよ、待ってる、報告待ってる、行ったよっていう報告。嬉しい、行ってくれてるのありがとう。どこのソラグルメ行って帰るか悩み中。いっぱい悩んでください、いっぱいいっぱい悩んでください。インスタグラムに載せてないやつも、それこそメールとか載せてるので、メールも見てください。買いすぎたかったけど断念しました。にゃーん、そうやね、推しと推しが言っとるもんね、押し通しが言っとるわね。ありがとう。ソラハちゃんのおでこ大好きだから嬉しかった。おでこ攻撃。ありがとう。アイス隙間からこそこそ見てた。でもあれはどっちのペンライト振ってるか分かんなかったから、ってなんだった。ありがとう。嬉しい、みんな言ってくれてて。広島の太鼓、そう、広島の太鼓うどんはね、インスタグラム始める前に行ったから、メニュー表とか写真撮ってなくて紹介できてないんですけど、私もう一回行きたいんですよ。それこそ太鼓うどん美味しいから、インスタグラムで紹介したくって。アリンコさん、たくさんアイス、ゆいさん、レインボースターありがとう。お寿司屋さん行けてないからお盆に行く。行ってください、美味しいよ。ほんとね、いろんな種類のお魚があってね、自分で好きなものを選べるんだけど、まあお好みっていうか、あの何だっけ、お好みおすすめみたいな選んでいただけるのもあったけど、でもやっぱ自分が好きなものをね、いっぱい選んでください。
お寿司屋さん、ラーメン屋さん、うどん屋さん、かなりしか言ってない。いや、しかじゃないよ。一個でも言ってくれてることが嬉しいよ。インスタグラムやって始めてよかったって思うから、あのそれこそハッシュタグシナノソラハとか、ハッシュタグシナノソラハをつけていっぱい投稿してください。インスタグラム解説してよかったって思いたいしね。あ、矢吹美味しいよね。矢吹は成人式の日に行きましたね。終わった後に美味しかった。矢吹どんぶりも食べた。お肉のエステウサギちゃん、アイスありがとう。太鼓ラーメン、太鼓ラーメン食べたことないので、あそこ気になる。そうだよ、今お話し会再販中だから、8月11日と12日の縁日で、今回で受付ラストなのでみんな待ってる。8月11日は3時間目、8月11日日曜日は3時間目、8月12日月曜日祝日は4時間目がおすすめです。みんな東京とか、わかんない、沖縄とかわかんないけど、全然わかんないけど、お家に帰るから最終時間までは、4時間目まで来れないって方もいらっしゃるかもだけど、みんな来てほしいな。話し会、こんばんは。フォローありがとう。アラモードさん、アイスありがとう。本当にお話し会楽しみ。誕生日おめでとうっていっぱい祝ってもらう予定そう、でもどの時間もやっぱりね、時間によって当たりのさ、やつが違うからね、全時間来てほしいけど、やっぱね、赤文字押し増しが使えない時間とかがあると、とてもとても嬉しいから待って。かわいい、ありがとう。ねえ、もう広島さん、広島でみんなに会えるの嬉しい。瀬戸内で活動してるって感じがすごくする。かわいい、ありがとう。ひろさん、アイスね。8月10日にさ、生誕祭がないっていうの確実に確定してたの知ってますか？私は昨日の夜知ったんですけど、8月10日には絶対に生誕祭がないんですよ。わかりますか？なんでか、なんでかってわかりますか？なんでかっていうと、8月10日にナイトクルージングのボリューム2があったんです。そんなん知らん、聞いてない。クルージングボリューム2が8月10日にあったってことは、空の生誕祭8月10日には確実にないやないかーい。いつだ？もう8月はみんな忙しいから、9月かな、9月かも。もうわかんない、予想当たらんかった、全くもって。ピヤン、そわそわ。広島1日目にほぼしちゃったから、2日目はほぼ存在人間なのでお願いしました。そうなのですね。じゃあ1日目たくさんお話ししましょう。でも2日目はね、浴衣変わるし来てね。ご飯どこへ食べに行こうかなってなった時、サーのインスタ見て決めること多いし、嬉しい、教えてよ。そう、みんなさ、空通信とか、シナの空派でインスタグラムで紹介したご飯屋さんとか、メールで紹介したご飯屋さん行ってくださった方は教えてほしい。うまく撮れなくても、お写真なくても行ってほしい。行ったよーと教えてほしい。ヒロさん、アイスありがとう。
ね、クルージングがある。りえちゃんアイスありがとう。サッチーと同日開催、あ、なんのかな、え、どうなんだろう、なんにもわからない、マジでわかんない。マネージャーさんに聞いたけど一切返信ないんですよ。嘘でしょ、私もしかしたら生態やっぱないかもしれない。しんいちさんアイスありがとう。遠征の時はソラハグルメを必ずあげるようにしてます。ルチなんかいっぱい、それこそ私もさ、ちょっと更新頻度がやっぱり私の胃袋と金銭とか的にこう定期的にいっぱいあげれるぐらいにはやっぱまだいけてないから、いけれるように頑張る頑張る。ありがとうアイス。みんな、え、あのもうすでに応募したよって言ってくださってる方もいるんですけど、みんな、島旅クルーズどうですか？応募してくださいました？今のところソラハ推し多分2人ぐらいしかいないんですけど大丈夫そうですか？私不参加になる私不参加するかもしれない。もう自分推しの人が少なかった、もう不参加。今のところ2人ぐらいしか聞いてないんですけど、昨日一昨日ぐらいから始まって2人ぐらいしか聞いてないんですけど大丈夫そうですか？いない、もしかして私のファンの人いない状態でのクルーズになっちゃう、もしかして大丈夫かな、怖いんだけど。私大号泣、大号泣でクルー島旅クルーズするかもしれんけど大丈夫そう大丈夫そうですか？やっぱりさ、うん、難しいじゃん、ちょっとお高めだし、8月いっぱいいろんなイベントがあるからさ、むずいやん。だって朝10時から18時ぐらいまで過ごせるんだよ、一緒に過ごせるんだよ。誕生日21歳になったソラと8月15日めっちゃお盆だけど、そう生誕祭がねあるからさ、そらもう生誕祭の方はもうね、もう落選祭りぐらいにぐらいにしたいか、やっぱ生誕に行きたい方はもうあれだし、無理なんだけど、待てやろ。撮影可能タイム見て秒で申し込みました。ちゃんとソラハの名前、推しメンシナのソラハで申し込んでくれましたか？申し込んでくださったかな？パセとリコチとリオツンとノアピと私なんだけど、何もいじらなかったら、違うメンバーにしなかったらソラのまんまなんだけど、ファンクラブ入ってなくても今はなんかスペシャルサポーターっていうファンクラブっていうかなに入っていないと難しくって、そう一般応募とかはまだかな、いつ一般応募あるのかな、どうなんだろう、ちょっと見てみようかな、どこだどこだ、クルージング2これだ。スペシャルサポーター、ナイトクルージングは私でないよ、ナイトクルージングじゃないよ、そら島旅クルーズだよ、ナイトのノーノーナイトだよ、私たちは朝からですからね。スペサポとファンクラブしかないのか、申し込みが。
そう、ファンクラブの、あ、スペシャルサポーターの選考の受付はあの明後日の23時59分までになる。22日の月曜日。行くつもりでいる。ブレジー撮影、どうなんだろう。今までのそのなんか 2.5 期生 2.5 期生のクルージングイベントとなんか似てるみたいな言われました。みんなクルージング、ちょっとお高お高なんだけどね。ね、今年はね、生誕祭当日じゃないのが確定だから、お誕生日いっぱいお会いしていただける。うれじいろゆうさん、エシティウサギちゃん、アイスありがとう。申し込んでくれたクルーズ、マジでね、2、3人しかいなくてね、泣きそう。一人会議して明日までには決める。嬉しい。前向き検討、まあでも大事。お値段がね、ちょっと危ない、怖あれだから、お値段ドキドキだけど、嬉しい。いろいろありすぎてクルーズ申し込み、申し込み、仕掛けました、仕掛けましたって何、仕掛けましたって何、してはいないっていうこと、してはいない。待ってるよ。エッセウサギちゃん、アイスありがとう。待ってる。2、3人しかいなかったら嫌だよ、嫌だよ。もっと空ハウスの方来てほしいよ、もっと来てほしいよ。悩んだ時は申し込んだ方が後悔しないよ。申し込んだよって方、報告待ってるね。カイトさんありがとう。何だっけ、パリピバブル。クルージング予算委員会が通れば投げますよろしくお願いします。シナのソラハちゃんを選択してください。よろしくお願いします。クルージング申し込んでます、ありがとう。遠くから見れる感じかな、見とくね。楽しんでるかな。ペンライトもありがとう、今日嬉しかった。りんたろうさん、あいちゃんありがとう。ソラハと過ごす今年の夏は今年しか、確かにね、ソラハと過ごす今年の夏はもう今年しかないから、ソラハと過ごせる夏はまだまだあるかもしれないけど、ソラハと過ごす今年の夏、しかもこんなにいろんなイベントが重なってるの今年だけかもしれない。来年もその次も、一生アイドルやめるまで
ね、こんな充実した日々を送っていきたいけど、そうやっぱね、交通費もねプラスね、ちょっとお金がかかってしまうんですけど待ってます。それにね、お話し会もあったり、ティフがあったり、公演があったりの、いっぱいいっぱいありすぎて、で生誕祭もいつかきっとあると願っているっていう感じなんですけど、だったりで、あれなので待ってます。ね、Aラッチさん、レインボースターありがとう。最高、いやマジで最高の夏になるに違いないですね。でもさ、他のクルーズイベントもあるのかな、楽しみ。今さ、ボリューム1と2が発表されてるやつあるじゃないですか。私もあれ、ボリュームいつか出れるのかな。ね、今年の夏はもう楽しみすぎる、もう本当に楽しみすぎる。なんか一回一回が染みます、すっごい。頑張る、待った待った、うん、一緒に暑くて最高で幸せで、とっておきな夏を過ごしましょう。もうすでにいっぱいいっぱい思い出作れてて、ほんま幸せなんですけど、楽しみ。ダイランさん、ありがとう、ハートね。いつかサラハメンバーに会った時の予行演習のつもりでナイトクルージング申し込んでた。なんで空がおらんのに、空がおらんのに他のメンバーがいるナイトクルージング申し込んだんですか。なんでした。そう、ナイトクルーズ大人空、ボイトレで歌いたくて、シティで好きな曲を教えたし、好きな曲はどういう曲が好きだろう。私はやっぱいろんな思い入れがあるから、船から降りた僕たちは、だけど歌に特化した曲もシティいっぱいあるから、あれやね、今の合言葉夏だしねにしてるので確かにね、夏だしね。じゃあみんなどうしようかと迷った時は、夏だし行こっかって行きましょうりゅうちゃん、だるまありがとう、こんばんは、こんばんは。ナイトクルージング行こうと思ったけど、ソラハいないのでやめた。えない。じゃあまたソラがナイトクルージング出演させていただけるというような時、来てください。なかなか会えないけど、もう逆にね、なかなか会えなくて、まあ、寂しいけど、会えた時の感動もすごいし、だからといって毎回の公演とかさ、握手会、お話し会だか、お話し会に来てくださる方には感動がないのかといって、それとは違うんだけど、もう
忘れないので、この前はもう忘れてると思うけどって言ったけど、忘れたことなんて一秒もないんだから。逆に忘れないでね、ちょっとでも空のこと考えててね。確かに生誕 T シャツ8月末、8月下旬にね、8月下旬に発送やったよね、発送予定だったから。あれよね、きっと何だったっけ、ティフとかさ、それこそクルージングとかには間に合わんよね。8月下旬発送だったっけ、書いてたよね。今日最後の挨拶、ソラハ選ばれて嬉しかったね。イケちゃんがもう今超テレビで頑張ってた、イケちゃんが指名してくれた。めっちゃ喋った今日イケちゃんと。島旅が落ちてないところで、ダメだよ、絶対当ててね。島旅大丈夫だよ、シナの空派で応募したら絶対当たるよ知らんけど。あ、生誕上旬発送よかった。じゃあワンチャン、あの中旬のイベントはみんなが来てるの見れるか。今日確かめたら11日の、そうなんです、11日の4時間目ありがたいことに完売で、個人的には11日の3時間目ちょっと思い出があるっていうか、大好きな大切なおばあちゃんの振り袖のあのものになるので、当たりのものが、だからちょっと3時間目来てほしい。どの時間も絵柄違うからあれなんだけど、プラスやっぱりみんなと話したい。宇宙王さんアイスありがとう。信じられんぐらいマジで秒で終わるから、ゲームもうはいみたいな感じ、はいはいもうね、みんな他のメンバーどんな感じか分からんけど、スラハのゲームは秒で終わってすぐ話せる、話中心。オリックさんアイスありがとう。おでこだし可愛かった、可愛かった。そうゲームは本当にねすぐ終わるよ。なんでかっていうと話したいし、もちろん縁日レーンでしかできないことではあるんだけど、ちゃんとみんなに楽しんでいただける。あ、今日ちゃんと提出した、あの紙提出した。ゆりちゃんハートありがとう。3時間目待ってる。あの12日の日曜、あ12日の月曜日祝日も来てくださってる方は、来てくださる4時間目、12日の月曜日祝日のもう最後までいるよって方、4時間目待ってます。楽しみだな。ありがとうカイトさん、アイス占い今日会えなかったの寂しかったけど、でもお仕事お疲れ様です、また待ってるね。でもいつも振ってくれてるから嬉しい、ありがとう。よりありがたみをさらに感じた。最新型ポンコツさんアイスありがとう。そうだよ、お話し会、お話し会、11日お話し会、12日お話し会、13日徳島県のイベントで、14がお休みで、15が
クルージング16がなくて17が住之江のボートレースイベントとかね。やばいよ、もうそこやばい、怒涛ですよ。ここなんかあれ冷ましてやしね。12日ラストまでいます。嬉しい。遠征民には大抵が厳しい。確かにやばいよね、やばいよね。なんか幸せだよ、空すっごく。もうなんか良くないけど、このまま卒業していいってぐらい幸せ。逆にこの幸せな状態のまま終わらしたいから、もうそのウィーク終わったら卒業でいいぐらい、すごくそら幸せだよ今。ね、嬉しい。徳島も待ってる。そう、誕生日当日は冷ましてだしね。冷まして、卒業しないよ。なんかそういうさ、いいやつ言う、なんかあれやん、今なんかあんまりさ言葉が良くないけど、今死んでもいいくらい幸せみたいなあるじゃないですか、そういう言葉。だからそれと同じぐらい、あのそのぐらい幸せってことです。めっちゃ卒業はしないよやめてやめて、卒業させんとって。まだ全然全然まだアイドルしたい。だから卒業してもいいって思うぐらい今充実してて幸せです。いろんなイベントに出演させていただいたり、お仕事経験させていただいたり、STU48 を代表して選抜メンバーとしていろいろな場に出演とか立たせていただいたりとか、本当に幸せね。 STU うさぎちゃん、アイス、ララバイさん、バイドリンクありがとう。そうそう、まだまだね、いろんな景色みんなと見たいし、もっと幸せなことがみんなとだったら、あの見れそうっていうか、幸せな景色見れそうだし、夢、私がまだ公言はしていないあの夢叶えれると思うので、みんなとだったら、だからその夢を叶えれるぐらいの人に叶えたいから、まだまだいさせてもらいます。そうだよ、全然まだまだ卒業はしませんよ、安心してください。卒業するなら3年前に教えてって言ってた。やばいじゃん、3年前に教えたらそりゃパパとママよりも先やでそりゃ早い。そう、充実、体調気をつけ、ありがとう。そう、住之江を嬉しい、ボートレーション、ぷーん、待ってる、ぷーん。空はまだまだ卒業しないよ、みんなとね、いっぱい思い出作りたい、もうまだまだ。スパーク後の打ち上げでもいろいろ語れた。私のこと語ってくれた？そんなこと語ってくれた？キャスさん、とうとうありがとう。頑張るよ。しかもあのまだ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 みんなと上目指したいしね。
いろいろな人に一方的にソラちゃんのこと、嬉しい、ソラのこと語ってくれてるの。じゃあ誰かに録音してもらっとって聞きたいな。みんながどんな感じでソラのことをお話ししてくれてるのか。どうしよう、めっちゃなんかソラってブサイクだし、もうブサイクだし面白くないし可愛くないけど、ちょっと一応応援してるとか言われてたらそんな言われ終わったらどうしよう。こんばんは、トリーさん、アイスありがとう。みんながいい感じでか、あの空のこと話してくれてたらいいな。かわいい、ありがとう、いきます。たまたま購入した雑誌に好きなアイドルさんというアンケートあったから、シナの空って書いてる。優しい。でも本当にそういう、なんていうんだろう、アンケートとかすごく大切だから嬉しい、ありがとう。ねえ、兵庫県でもっとね活躍したい、活動したい、頑張りたい。いろんな方とソラハのお話してる、嬉しい。もう話すことないでしょ、ソラハのお話すことなんて。ありがとう。心の底から尊敬しているよ。で、出会ったことない存在だったそれ何そんな、今まで出会ったことないって、それはもうあれやん、好きってことやん、恋やん。可愛いですね、皆さん。なんかみんなに可愛いっていうの間違えてるかもしれないんですけど、可愛いってなる。ありがとう。本当にもうね、私ね超自慢です、自分のファンの方が。 ST 唯一と言わず、もうフォーティットグループで一番、もうよりも一番って感じなんだけど、自分のファンの方が一番優しくて素敵で最高な方々やと思う。これガチでもね、いつから、めっちゃ昔から言ってるんですけどって思う。ありがとう。マジで幸せだよ、そら。本当になんかさ、もうね、こんなに幸せ幸せ言ってたらさ、うまかいなってなるかもしれんけど、私今まで生きてきた中で一番幸せだもん。たくさんの方に会いに来ていただけて、好きって言っていただけて、たくさんのいろんな方とお話できて超幸せ。みんなに出会えて嬉しいよ、そら。本当にもっとなんか推しメンって自信持って、好きな人推しメン、世界一の推しメンって言ってもらえるように、もうソラハだけ、ソラハしか見えない、いろんなメンバー行ったりとかしてるけど、やっぱソラハが一番とかって言ってもらえるように、もっと魅力的な人になる。空はも我々の世界一だよ。嘘つけって、それは思ってないやろ絶対に思ってないでしょ。アニョーソニョー、空はちゃんは最強、可愛くて強いんだって、親友に言ったら日本語忘れたんって言われた。親友にも話してくれたの？それもあれやん、親友に話すってさ、それ結婚するなんか紹介するやつやん、親友に話すって。親友に話すのは相当ですな。
嬉しい。自分でも自分って優しすぎてんなと思ったところなんですよね。本当に優しいよ、マジでマジで優しい。優しいっていうか考えが大人で素敵だなって思う最近すごく。よりソラハの一生懸命に打ち込む姿が励みになってる、なんて素敵な言葉なんですか。ありがとう。そうやって、まあ、応援してくださってる方がいらっしゃるから頑張ろうって前向けるから、逆にみんなのおかげだよ。好きって言葉にして伝えたい、伝えたいと先輩から教わったので。いやでも好きって言われるのって本当嬉しいですよ。私は好きじゃない人には好きって言わないんですよ。だからあのパパとかには好きって言わないんですよね。これいい例え。パパにはマジで好きって言わないです。はい、好きって言わないんですけど、私は好きじゃない人には好きって言わないので、ちゃんと多分私は言えないんですよね。好きじゃない人に好きって言えないから、みんなもね、ソラハのこと好きだなって思ってくださったら好きって言ってください。日が過ぎれば過ぎるほど好きという気持ちが増しているんだよな。嬉しい嬉しい。何えぐい、大好き、泣いた。ソラハと結婚したい、結婚したいっていろんな女性に言ってるでしょ。ダメダメ、そんな私は何多彩、一夫多妻は許しません。自慢の推しメン、推しメンとよく推しメンの話します。ややこしい。いや本当よ、本当だよ、もうややこしいわ。いつか可愛いとか言ってほしいな。直接こちらこそありがとう。いろんなメンバーめっちゃ言ってるけど、ソラハが安定にいっちゃんし大好き、ちゃん大好きでいてずっと。ヤオさんハートありがとう。やめて、どんな紹介してるのよ。同じ年で加入して同じ年数で売れ始めたから将来大爆発するって紹介してる。おいやめろ。いやでもね、で慣れたらいいけど、そんな簡単でもないからね。もっとなんかちょっとそれはダメです。池橋さん尊い、摂取さんアイスありがとう。ソラハに会いたいって気持ちがいい、嬉しい。そうパパには好きって言わないよ。一つ一つの出来事とか意味とかもすごく考えるきっかけも原動力もソラハちゃんだから感謝、嬉しい。なんかみんなの生活の一部にシノのソラハが存在しているのが嬉しい。だって普通だったらだよ、普通、まあ、アイドルしていなかったらパパパパママ、まあ、お兄ちゃん、まあ、妹、おじいちゃんおばあちゃん親戚とかの方々の心にあったらいたらいいなぐらいでさ、まあ、10ぐらいじゃん普通、まあ、友達とかもあれだけど。でもさアイドルになっていろんな方に応援していただいて、いただいてて、だからその一人一人の方の心の中にシナノソラハがいると思うと、何人もの方の心に滞在させてもらってるんですかってなるから嬉しいよ。大吉さんアイスありがとう。ソラはほんまに幸せ、本当に。なんか幸せな状態がいいよね。嫌になってさやめちゃったりするの嫌じゃん。だから超絶に幸せな時にありがとうさよならって言いたい。まあでも私はみんなとだったらもっともっと幸せな景色が見れると思うから、まだ言わないですけど、今も十分幸せなんですけど、もっと幸せをみんなと感じたいから。
みんなよろしく。これからも末永く。こんなに一人のアイドルのことを思うようになったのはソラハちゃんが人生で唯一。ハートからのじょいちゃう、嬉しくて。ピさん結婚してありがとう。二十歳なのに家族と離れて本当に頑張ってるなって信じてきた。お姉ちゃん可愛かったよ、ノースリーブのワンピース大優勝してた。しんいちさんアイスありがとう。公演ありがとうございました。もうあっという間だった。今日は本当にソラハがパパに好きって言わないように、自分もソラハに好きって言わないかな。なんでだよ、言ってよそれはそれは言ってよ好きって言ってよ、欲しがりなんだから。ね、ペンラ気づいてくれてありがとう。あ、今日初めましてでしたよね。雄大さんっていうのね。嬉しかった。ペンライト序盤でもう赤と緑にしてくださってて、それは欲しいってことなのかな。嬉しい、ありがとう。フォローありがとう。いやーさん、パリピバブルありがとう。よいさんバラありがとう。せっかく選抜に入ったので選抜からのいろんな景色を見てもらいたいと思う。素敵。でもね、すごく見させていただいてるよ、空。本当に数えきれないくらい。Aもさん、アイスありがとう。今日は11時に終わろう。来週の幕張で好きって伝えたら変な声出ちゃうのでやめておきます。じゃあいいし、好きって伝えてくれないなら伝えないでおこうと言いたいところだか。握手しながらお話できるなんてめったにないから伝えちゃおう宮本さん、アイス。ヤオさん、かわいい、ありがとう。ソラハに好きって言うとその先照れて会話にならなくなるか言われて、わかる。そうなんだよね、ソラハ序盤に好きって言っていただいたりとか好きって言ったりとかするともう無理で、緊張して無理になっちゃうから、もうなんかお話し会とかもオンラインとかだったら残り5秒とかで言うから、私絶対に聞こえてない、みんなに届いてない。ちょっとみんなにちょっと愛伝える。好きだよ、好きだよ。最近の夜の私、なんで文なら書けるのに言葉にしたら全部あにょになるんだよ。いやでも好きな人を前にすると喋れないの分かるよ。私みちさんがマジでそうだから、本当にもうずっと口ゆるゆるだから、ニヤニヤゆるゆる。会いたい。ちらも東京に行こうかな。会いたいな。ねえ、ゆりさんとかに会いたい。お姉ちゃんたちに会いたい。勝手にお姉ちゃんとか言ってすいません。向こうからしたらもう、あの、眼中にも何もないと思うんですけど。お姉ちゃんたちに会いたいです。ゆうかちゃんにも会いたいし、みずさんにも会えない。みなみさんにも会いたいし、ゆりさんにも会えない。自分ってマジで年上好きだなと思いました。今日はひなさんと一緒におって、ひなさんに、まあ、ひなさんいつになったらお出かけできるんですか、いつになったら日ご飯食べれるんですか、旅出たいです、一緒に旅行かせてくださいとか、もうかまちょ全開。あずささんとも会いしたい。なんかそら一期生さん大好き。いや、STU48 メンバーみんな大好きだよ。でもやっぱり一期生さん大好きで、 STU48 を作ってくださった先輩方やからね。ナーラブさん、レインボースターありがとう。
言葉に出ないどころか表情にするすら出せなくてガチで困ってる。この前の公演の感想まだですよね。ウィンク連発の感想聞いてないですけど今日中に提出してくださいね東京サマステの時ワンちゃん会えるかな。公演で気になるメンバーに自然と何回も目が行くのがスラハだった。嬉しい、ありがとう。ねえみんなに会いたい。大事な後輩だとは思われてる。本当にヒロさん、アイスありがとう。そうマジで会いたいの。大好きなお姉ちゃんたちに会いたい。ソラハってほんまに末っ子なんやなって思う。なんか自分が頑張らないとって思う時とか途中で一期生さんってなる一期生さんの存在にすごい助けられるし、マイナさんってなる、マイちゃんってなる。まだまだ甘えたいですよ。甘えれるもんなら甘えたいですよ。そらもでもね、ずっと甘えてたらさ良くないからね。ほら行くぞーって感じで行かんといけんよ。甘えたいよね先輩たち。話は聞くよ、でも答えは期待しないでね。でも聞いてもらえるのってすごく嬉しい。なんか会いたくなってきた。会いたいよ。心が寂しいって言ってる。会いたいね。ソラハちゃんの話ならずっと聞ける。ただうなずくだけなんか嬉しい。でも聞いてくれるのはすごい嬉しいよ。聞いたら楽になることとかもあるし。俺できることは激アマのミックスチューズを発売することだけ嬉しい。じゃあよろしく、発売してね。楽しみにしてる。でもソラハ悩みないよ。みんなが浮気するってぐらいかな悩みは。私の悩み相談はみんなが浮気するので、浮気しないようにするにはどうしたらいいですかですかね。ヒロさんアイス。ありがとう。最後に最も答えられない悩みをぶっこんできたね。なんでですか。じゃあ私がみんなに相談するので回答を返信で教えてください。あのみんなに見られるの嫌な方はね、インスタのメッセージでもいいんですけど、私からの悩み、皆様が浮気しないためにはどうしたらいいですか。みんなが浮気しないようにするにはどうしたらいいですか。アンサー求む。よっちさんありがとう。それでは配信を終了したいと思いますそれでは壇上見ます。13位たくやさん、12位最新型ポンコツさん、11位ミーさん、10位ゆいさん、金北斗のたくさん、8位ヨウさん、7位ムラピーさん、6位スエさん、5位カイトさん、4位キャスさん、3位今日エランチさん、2位アリンコさん、そして1位はナーラブさん、ありがとう。リンタロウさんありがとう。レポートで回答します。お、待ってます。超難しい問題出た。なんでですか。めちゃくちゃもう答えやすいですよ。ありがとう、こちらこそ
ありがとう。なさんハートありがとう。ね、浮気してる人なんて見たことない。いや、そうだよね。みんな浮気してないもんね。じゃあみんな浮気しない、浮気してない人は答えれるかもだけど、浮気してる方はちょっとあれって感じなんだけど。ありがとう、みんな見に来てくださって。でも本当にね、もうこれだけは言いたい、それはすごく幸せだよって。ありがとう。もう無理します。ありがとうございました。公演の感想だったりメールの返信だったり、ハッシュタグしなのそらは、ハッシュタグそら通信でお待ちしてます。ではバイチャラボー、またね。ありがとうございました。またお話ししようね。バイバイ。